希望を残し続けるんだよ。人は人の中に意志を残す。それこそが人が持つ力の粋、血を介さぬ知性による継承、命の連鎖。人はその弱さによって強くなり賢くなる。弱くて不完全で、だから託すんだ。託されて歩き続けるんだ。どんなに辛い道であっても。